ているわけではありません。その怒りを受ける道にとどまらないでください。さて、神が御使いをソドムに使わされた話に戻りましょう。19章です。ここには、信じがたいほどの神の憐れみが表されています。御使いが町に入ると、邪悪な同性愛者たちが、人間が目をくらませ、ロトに町を出るようにと命じます。ロバやら、すべて手放してしまうことが嫌だったのです。神の怒りが今にも注がれようとしており、すべては滅ぼされようとしているのに。御使いは、ロトとロトの妻や娘たちの手を引いて町を連れて出たと、聖書に記されています。神へ。テーマに関連して、もう少し申し上げたいことがあります。同性愛は罪だということについて、はっきりお話ししました。けれども、それは悔い改めることができます。同性愛を選び続け、神に反抗し続けようとする人たちだけが、神の裁きを受けます。このことで苦しんでおり、性的に正常になりたいと思い、神の御心を行いたい人は、受け入れられます。許されます。そのような人は、例えば、アルコール依存症で苦しんでいる人と同じです。そこでもう一つの点についてお話しします。同性愛に遺伝的な要因があるかどうか断定される。情報を求めてはどうでしょうか。で、直してはどうでしょうか。どうして人が同性愛で苦しまなければならないでしょうか。うつ病に苦しんでいる人が癒されるなら、大いに喜ぶべきことです。同じように、はっきりとはわかりませんが、遺伝的な要因があるかもしれませんから、同性愛の治療法を探して、根絶することを考えると良いのではないでしょうか。そうすれば、世界はもっと良い場所になることでしょう。それはそれとして、19章に、神の憐れみを見ることができます。町全体が全く滅ぼされようとしていました。強い正しい人がいれば、町を救うと言われた神の、怒りと裁きが注がれようとしていました。もし神の憐れみがなければ、全く滅ぼされるほどに邪悪で不道徳で、神を悲しませている町が今世界にあるだろうかと時々思います。その中にあって、神はロトに憐れみを示され、文字通り手を引いて彼を町から導き出されました。何という神の慈しみでしょうか。主イエス・キリストのもとへ行き、罪を告白すれば救われることも同じように神の憐れみのゆえです。私たちは皆弱いです。完全な人はいません。この番組を聞いている多くの人たちも悲しい過去があるでしょう。道徳的に失敗したり、性的な罪を犯したり、盗みを働いたり、嘘をついたり、そのようなことをしたことはあるのではないでしょうか。けれども悔い改めさえすれば、イエス・キリストの皆のゆえに許してくださる神がおられます。私たちの手を取って、この罪から離れさせてくださるよう、神にお願いすれば、イエスにあって新しく生まれ、全く新しい人生へと導かれます。
自分の足で天国に行ける人は誰もいません。導いていただく必要のある者たちです。ソドムは永遠に、罪や不道徳に対する神の怒りの象徴です。しかし同時に、特別、分かれる、皆さんと伺ったら、同時に思います。あなたも、悔い改める必要があることを認めるべきです。イエス・キリストに行くことができる時間は限られていることを分かってください。神の裁きがやがてあります。との正しい関係に入る時です。あなたの罪の生活を捨て、不道徳を罪や不道徳の中から出てください。イエスを通して、あなたに憐れみを示そうとされる神のもとへ来てください。Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるシェパード・ルーテラン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に受けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきか示されています。あなたもこの神の言葉で聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通して、ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。あなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。ではまたこの時間に。Strong and mighty tower, your name.
Lord, give us strength to
41メーター&
7500kHz にて放送している DRM 短波放送をお聞きくださり、ありがとうございます。これらの DRM プログラムは、日本のリスナーを対象に、毎週日曜日の12時45分から13時15分まで放送しています。番組がどのようにあなたの心に、また SNR の詳細、録音した音声やビデオ、drm@twr.org twr.org までご連絡ください。KTX アガナグアム、世界に希望を届ける TWR でした。